最初にクローンソフトについて説明します。クローンソフトでは NVMe のイメージを直接コピーすることで同じものを作ります。バックアップソフトを使ってもクローンは可能です。この場合はまず NVMe のイメージをファイルに変換してバックアップメディアに書き込みます。 NVMe を交換してからバックアップしたファイルをイメージとして復元します。現状ではクローンソフトのほとんどが有料化されてしまいました。バックアップソフトなら無料のがあります。バックアップソフトはバックアップファイルを作るため時間は必要です。バックアップによるクローンを成功させれば普段のバックアップが有効であることの確認ができます。バックアップによるクローンは本来の使い方ではないのでクローン先を選ぶことがあります。M.2 のスロットは限られており、スロットに空きがない場合はクローンソフトは使えません。今回はAOMIというバックアップソフトを使いました。以前に紹介したバックアップ方法では、今回の PC で使えませんでした。早速ダウンロードしていきます。ダウンロードしたらこのファイルを実行します。クローンソフトの機能もありますがそれは有料です。インストールしています。ツールからブータブルメディアの作成を選択します。こちらもオンにして WinPE 版を作りました。 USB メモリを挿しておいてそのドライブ名を指定します。 USB メモリの内容はすべて消えます。このバックアップソフトは回復パーティションをバックアップしないようです。そこでクローン後に回復パーティションが消えます。この自作バッチファイルを管理者として実行します。正しく消去しないと復活させるのが面倒です。回復パーティションなんていらない方は飛ばしてください。回復ドライブで同じことができます。先ほど作った USB メモリから UEFI で起動します。バックアップ、システムバックアップを選択します。バックアップ元が正しいことを確認して、バックアップ先を指定します。ここでは D ドライブ直下を指定しています。開始、押せばバックアップが始まります。終了したら電源を切ります。 NVMe を交換していきます。ドライバーに磁石をつけてます。これで NVMe の交換が楽になりました。ところで今回の PC はかなり特殊な PC です。
マザーボード上に M.2 スロットがありません。クローバーブートローダーで無理やり NVMe を起動してます。そのせいで Windows 標準のバックアップソフトが使えないと思います。電源を入れたら USB メモリから再起動します。次にクローン先 NVMe の消去を行います。ディスク消去は有料のようです。そこで Windows シェルコマンドで消去します。ディスクパートと入力します。セレクトコマンドで消去するディスクを指定します。この消去方法は危険です。十分注意してやってください。リストコマンドを打っているのは間違ってないか確認のためです。クリーンコマンドで全消去です。エクジットコマンド2回でバックアップソフトに戻ります。この後再起動しないと消去が反映されません。復元でイメージファイルを選択します。D ドライブの下にあるはずです。イメージを選択したら次へを押します。先ほど消去した復元先を指定したら SSD4K アライメントをオンにします。元のディスクと復元先のディスクが違うと言ってますが、はいと答えます。 SSD4K アライメントについてはこれをやっておかないと遅くなるそうです。クローン先の NVMe から立ち上がりました。次に回復パーティションを復元します。こちらの自作バッチファイルで自動的に復元します。管理者として実行します。もう一個のバッチファイルで回復パーティションを消去してないとこのバッチファイルは動きません。回復パーティションがいらない方は飛ばしてください。回復パーティションが復元されました。ところで容器バックアッパーで SATA から NVMe にクローンしたところこのようなエラーが出ました。回復ドライブから起動してトラブルシューティングのスタートアップ修復を選択します。これで自動的に修復してくれます。ただし、なぜか2回やる必要があります。2回目の終了後もできませんでしたとか言ってますが、治ってます。クローバーブートローダー下での SATA から NVMe へのクローンも成功しました。
よろしかったらチャンネル登録お願いします。